本当はシルバーとかもやりたいんだけれども、ね、シルバーのお金がまだないから、木本の魂を買いに東京に、あ、なんだっけ、浅草橋っていう問屋街なんですけど、そこに買い付けに行ったら、久しぶりだからと言っていろんなミュージシャンたちに挨拶回りをして、で一人で渋谷で飲んで、すごく酔っ払って、一番最後に会ったのがここにいる藤本康夫さんでした。すごくすごく酔っ払っていると言っているのにクラブに連れて行かれ、ショットをたくさん飲まされたら声が出ないから歌をやめようと思っていたのに、それ酔いに負けて虚勢が破れ、藤本さんに私は実は歌を歌いたいですと言ったら、ぜひ一緒にやりましょう、協力してくれて、また歌うことができています、感謝しています。今はマイクを通して喋っているからこんな感じだけど、あと一曲歌い終わったらこの人にいっぱいお酒を飲ませて、日本人でも分かるし、日本人じゃない人でもみんな分かる歌です。一緒にぜひ歌ってください、お願いします。